マリオシリーズスーパーマリオシリーズスーパーマリオブラザーズシリーズスーパーマリオ USA スーパーマリオ USA はニンテンドーより発売されたファミリーコンピュータ用ゲームソフトもともとは日本で発売された夢工場ドキドキパニックをベースにキャラクターをマリオシリーズのものに置き換えた作品であり同作をアメリカなどの日本国外の市場に輸出する際プレイヤーとなるキャラクターを マリオたちに差し替えた上で、スーパーマリオブロス2として発売されたソフトである。このため、日本版のスーパーマリオブラザーズ2とは大きく内容が異なり、当初は国外でリリースされなかった。その後、遅れて日本国外で発売されたスーパーマリオブロス2を日本向けに逆輸入したタイトルが、このスーパーマリオ USA である。 日本での販売に際しては、タイトルの通り、アメリカで発売されたゲームということで、ユーザーの興味を引くだけでなく、ディスク用の夢工場ドキドキパニックをロムカセットで再発売するという意味合いも強かった。本作は、日本で発売された最後のファミコン用、マリオシリーズであった。その後、スーパーファミコンで発売となった記念ソフト、スーパーマリオコレクションでは、 他のスーパーマリオシリーズに並んで収録され、グラフィックやサウンドを強化したリメイクが行われた。さらに後に、ゲームボーイアドバンス版、スーパーマリオアドバンスとして発売され、この際には、巨大アイテムや巨大的キャラなどの追加が行われている。また、2007年8月10日からは、Wii のバーチャルコンソール、2012年11月28日からは、 ニンテンドー 3DS のバーチャルコンソール2014年3月19日からは Wii U のバーチャルコンソールでも配信されているほかスーパーマリオコレクションの Wii 版が2010年10月21日に発売2020年9月3日からはスーパーマリオ35周年記念としてスーパーマリオコレクションのスイッチ版がスーパーファミコンニンテンドースイッチオンラインにて配信された 上記の敬意を持つため、日本と欧米ではゲームタイトルが異なっているが、韓国では唯一欧米名と日本名の2種類のタイトル名を使っている。マリオの生みの親である宮本シュゲルはマリオシリーズの中で一押しとしてこの作品を挙げている。CM のキャサリンの声はヒジローが担当した。以前からのヒーローであるマリオとルイージのほかピーチキノピオを加えた4人が、 プレイヤーキャラクターとして登場する。ゲーム開始時にどれか一人を選んで操作する。4人とも能力特性が異なっており、ステージによってそれぞれ向き不向きがあり、キャラクターの特性を活かして攻略できる。FC 版ではステージ開始時にしかキャラクター選択ができなかったが、リメイク版ではミスの後、再開前にキャラクターを選択し直すことができるようになったため、 より攻略しやすくなっている。夢工場ドキドキパニックのゲームシステムを継承しているため、他の FC 版のスーパーマリオシリーズとは異なり、クリアするまでの時間制限や得点がなく、ライフ性が採用されている。また、他のシリーズと異なり、各ステージのスタート時及びミスした後の再スタート時は、チビキャラクターではなく、ライフ満タン状態で始まる。敵を8匹倒すと、 ライフ回復効果のあるハートが出現する。ステージ開始時のライフゲージは2だが、ステージ中に埋まっている薬を特定の場所で使うことにより、出現した扉に入って裏の世界に入ることで、ライフゲージが増えるキノコを手に入れることができる。この時に周辺の草を抜くとコインが手に入ることがあり、ステージクリア時にコイン1枚につき1回、スロットマシンに挑戦できる。 主に敵キャラクターに横や下から触れるとライフゲージが一つ減ってしまう。ライフが全てなくなったり穴に落ちたりするとミスとなり残り人数が0になるとゲームオーバーとなる。夢工場ドキドキパニックとは異なりコンティニューが最大2回までと上限が設けられておりこれを超えると最初からやり直すことになる。リメイク版はセーブ機能が追加されたため無制限となった。 また、ステージ中に埋まっている薬を通常は入れない壺の近くで使い、裏面の壺に入ると先のワールドへワープできる場所がある。各ステージの最後にはステージのボスとしてキャサリンが降り、次のステージへの扉を開く鍵となるクリスタルを守っている。各ワールドの3エリアではキャサリンを倒してクリスタルを取り開けた扉の先にボスが降り、それを倒さないと クリアにならない。ナノワールドはニエリアしかなく、ボスに関する流れが特殊である。なお、元の夢工場ドキドキパニックとの相違点として、以下が挙げられる。BGM は夢工場ドキドキパニックを踏襲しているが、ロムカセットの性能が上がったため、BGM に打楽器パートが追加され、スーパーマリオブラザーズ3で使用されたティンバレス等の音が使われている。また、 同じ BGM でも微妙に音色が変えられたものやテンポがオリジナル版と異なるものある。またイスイーモディスクシステムの音源からロム音源になったことにより印象が変化している。アルバンマリオが見た不思議な夢。見たこともない不思議な景色の中でマリオの耳にか弱き声が聞こえてきた。ここは夢の国サブコン。この国はマムーによって支配され、 私たちはマムーに囚われています。どうか私たちを助けてください。そうそう、マムーは野菜が苦手だということをお忘れなく、と同時に雷鳴がとどろき、気づけばマリオはベッドから落ちていた。次の日、マリオはルイージ・ピーチキのピオと4人でピクニックに出かけ、その時にマリオは何気なく夕べの夢の話をしたところ、不思議なことに、 マリオ以外の三人も全く同じ夢を見ていたという。目的地に着いた四人は見知らぬ洞窟を発見。そしてその洞窟の奥にあった扉を開けた四人は驚いた。なんと夢で見たものと同じ世界が広がっていたのである。夢の導きに従い、マリオたちは悪の魔王、マムーを倒すべく冒険に出かけるのであった。ゲーム誌、ファミコン通信のクロスレビューでは、 6.76.5の合計24点。ファミリーコンピュータマガジンの読者投票によるゲーム通信簿での評価は以下の通りとなっており20.22点となっている。ゲーム誌ファミ通のクロスレビューでは7.86.6の合計27点となっている。スーパーマリオアドバンスは2001年に任天堂より発売されたゲームボーイアドバンス用ゲームソフト。 スーパーマリオ USA の移植作でパッケージには副題スーパーマリオ USA マリオブラザーズが記載されているシリーズの詳細はスーパーマリオアドバンスを参照2014年7月16日には Wii U のバーチャルコンソールとして配信されたありがとうございます